鳥取県全体で行われます年輪ピックという楽曲、年輪ピックという大会が、来週、第3週の鳥取県で全体で行われます。その中で、公式テーマソング、鳥取に恋してという、鳥取に恋してという楽曲がですね、公式テーマソングとなっております。鳥取に恋して、鳥取の魅力が、ふんだんに詰まった、楽曲で、最後、締めたいと思いますので、ぜひ皆さん、歌詞にも注目して、聴いていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。鳥取に恋して。
ぜひ盛り上がって、一緒にこの鳥取県全体を、盛り上げていきましょう。それでは踊り子の皆さん、気をつけご覧いただきました皆様に感謝を込めまして、ね、ありがとうございました。ぜひ、我々と一緒に写真を撮ってください。よろしくお願いします。皆さん、入っていただいたらいいんで、前の方に来てください。それでですね、本日撮った写真、動画は先ほどもお伝えしました。ハッシュタグ鳥取駅、駅ナカ、コンコース、百花繚乱とつけて、投稿してください。よろしくお願いいたします。それでは、合図を出しますので、はい、では百花のみんな、百花のみんないいかな、鳥取っていうので駅中で行きましょうか。はい、鳥取駅中、とハッシュタグをつけて、投稿してください。鳥取の駅中ということでね、皆様ハッシュタグをつけて投稿してください。そしたらこの、駅ナカイベントどん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 盛り上がって回数も増えていきますよ。はい、そのまま顔を10秒キープ。もし一緒に、写真撮りたいお客様がおられましたら遠慮なく前に来てください。あ、おいでおいで、一緒に撮ろう、一緒に撮ろう、入れてあげて、入れてあげて、入れてあげて、ごめんなさい、おいでおいで、大丈夫だよ、怖くないよ、怖くないよ、じゃあお兄ちゃんも一緒に来る、お兄ちゃんも一緒に来る、じゃあお母さんも一緒に来ようか、お母さんも一緒に来ようか、で、お父さんが、写真を撮っていただくと、そこまで準備する、そこまで準備する、じゃあお兄ちゃんもいで、お兄ちゃんもいで、いやんか、いやんか、そっかそっか、じゃあまた今度だね。